皆さんこんにちは。 QBC コスプレ天気予報のお時間です。今回は第2回目の登場のさやかがお届けします。それでは早速着替えてきます。皆さんどうですか？今回はミニスカのキャビンアテンダントになってみました。秋の行楽シーズンということで、飛行機に乗ってお出かけしてみてはいかがですか？それでは今週の天気予報です。曇り時々晴れというような似たような天気が続きますが、雨が降る心配はありません。気温も過ごしやすい気温となっております。秋服を着るのが楽しみですね。でも風などにはお気をつけください。続いてはイベント情報です。10月3日、4日、5日に九州うまいもの大食堂が、私が今いる天神中央公園で開催されます。次は全国餃子祭り in 北九州が北九州イノベーションギャラリーで開催されます。全国で餃子を食べれるのはすごい楽しみですね。次は糸島市市民祭りが10月4日から5日に糸島市役所島庁舎前で開催されます。3つのイベントがあってどれに行くか迷っちゃいますね。本日の天気予報はここまで。今回は大学生のさやかがお届けいたしました。実は私、11月1日に中村学園大学のミスキャンパスコンテストに出場します。よかったら応援してください。バイバイ。約束した僕の涙。